編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。ジュケメンタリー。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日吉村さんに来てもらってます。はい、はい。今日何の話かというと、例の木村陽生くんですね。はい、法政大学に入学し、はい、独自の奨学金制度ね、はい、まあ、自分みたいに困ってる人に、はい、作りたいと、はいはい、ということで、はい、まあかなりコメント欄もね、たくさんのいろんな意見が書かれました。はい、あ、そうでしたね。はい、受験までもう本当に日にちがない中で、うん、バタバタと動きましたので、はい、彼をね、今の状況で東京までわざわざ呼んで配信することはできないので、そうですね、ちょっと僕と吉村さんの方から今日は、進捗報告ですね。はい。はい。一応、一番責任持ってやってくれてるんで、はい。はい、どういうことかというと、彼が、要は受験までにお金出してもいいよって言ってくださったのが、私と、伊沢さんと水木さん。そうね。はい、この3人の方で中心になってちょっと動いてもらってるんで、はい、ちょっと経緯を説明してください。はい。はい、まあ、収録の後半の方でなりました。まあ、意見分かりましたけど、まず家から離れた方がいいんじゃないかと。うん、いうお話で、後から詳細詰めましょうというところで終わりましたと。はい、うん、で、家から離れようとして、マンスリーマンションとかいろいろ調べました。はい、ホテルとか。ただ、まあ、結構金額がかさむというところで、どうしても100万の当初のやつを超えてしまうというところを、まあ、本人と相談した結果、受験までは家で頑張りますということになったが、生活費も足りない。はい、受験費用も払えないとなったので、さっきの水木先生と伊沢さんと私で一部先出しをしているというような状況ですね。はい、まあ、あれですよね。やっぱ高校生だから、はいはい、なかなか借りられなかったね、一つは。あ、そうです。私も知り合いの不動産声かけたんですけど、はい、結構だから保証人なしでっていうのもあって、はい、で、まあ、無職じゃないですか。そうね。まあ、無職というか学生なんで。僕も多分吉村さんも本当にとにかく一日も早く家から出してやりたかったんだけど、まあ、最後は本人が、いや、もうなんとか頑張るんでっていうことがあったので、じゃあまあそれでいっかっていう話になって、ね、ただやっぱお金がまだ足らなかったんで、うん、もう彼ギリギリだったもんね。ギリギリですね。通帳のね、なんか残額とかもコピペスクショ来た時に切なかったね。さすがにいいと思って、はい、でまずは急場しのぎで、はい、水木さんと伊沢さんと吉村さんからお金を出していただいて、はい、それをもとに彼は今生活していると。そうです。まあ、はい、もうちょうど受験待った中ですね。もうちょっとで、つい昨日か一昨日からまた連絡返ってきたんじゃない。ああ、そうですね。あれがまた視聴者が、はい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 、彼がそのツイッターやってるんで、あ、 DM ですね。それ見つけて DM で、はい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 、僕は金出すよとかって。確かに確かに。でもあの子もわけわかんないんで、いいんですかみたいな。待てみたいな。危ない危ないですね。本当やっぱあの辺はちょっとやばいよね。いや、危ないと思いますやっぱり。はい。なんかね、善意で言っていただいてるのはわかるんですけど、うん、見ず知らずの方がお金出すからって言って、はい、いいんですかみたいになってる木村君もちょっとやばくて、ちょっと危なっかしいんですけど、ね、真夜中に僕止めたんですよね。そう、やめなさい、止まりなさい、明日まで待ってと。夜中に LINE 動かすな言って、で昨日実際動いた。はい、そうです、ね。で結果これも教えてください。どうなりました。全員のね、虎のいるグループでどうするかっていうお話になったんですけども、はい、まあお金が足りないというところで、まあそれも一部ですね。はい、これ金額は言わない。あ、まあ言わなくていいでしょう、これは。はい、はい、まあ本当一部だけですけど、はい、まあそれは私の方からお渡しして、で私のまあ追加融資ですね、はい、っていう形になってます。だから結果としては彼は希望する学校を受けることまでちゃんとできるようになってるという現状。そうです。受験料振り込めるようになりました。はい、で生活も多少余裕があるというか。そうですね。はい、ですから間もなくもう受験に来ますね。うん、そうですね。はい、あれなんか連続で東京で受験があるんだったら俺のとこ止めてやればいいなと思ってたよね。ああ、確かに確かに。はい、いや、まあでも緊張してますそうか。じゃあなんかホテルぐらい俺出してやるわ本当に。あ、でもそういうのは嬉しいと思います。はい、ね、ちょっとLINE でやり取りしますけども、はい、もう本当にこれで木村君の結果はね、ほんの数ヶ月でも出ますね。そうですね、はい、出ますね。どっか引っかかるといいね。まあね、それで東京の方に行ってほしい。私もやっぱ環境変える派だったんで、はい、やっぱ1年も2年も経てばね、なんかもうそういうこと忘れて自分で頑張ろうってなれるんで、うん、絶対子供自身が、ね、木村君自身が、はい。まあでもさ、やっぱりコメント欄って、はい、いろんな意見があるなって改めて思いますけど、まあ、そうですね、そうですね。本当に多くは、こんな切ない、うん、みんな頑張れっていうのが8割。そうですよね。でも中には、疑わしいみたいな。はいはいはい、はい。虚言癖とか。ちょっとね。あったよね。はい、ありました。はい。細井先生が正しいとか、っていうのもありましたけど、うんうん、まあ分からんわけです、これは。そうですね。うん。分からんけども、みんな僕ら信じて、100%100% ですから、はい。そうです。はい。今日配信されますけど。あ、そうですね。もうちょっとぐらいで。はい、もうちょっとね。はい。なんでまあ、本当に木村くんね、信じて僕らね、水木さんが言うように、君だったら騙されてもいいとまで、水木さんは言って、うんうん。言ってましたね。ね、評価上がりましたよね、はい、きっと。最後全部出してね。はい、本当にかっこよかった。はい。というところなんで、はい、まあ僕らとしては、まずは、これ以上お父さんお母さんとですね、間がこじれずに、
なんとなく、ね、あの過ごしていって、うん、ちゃんと受験をできるようなところをね、はい、あの外から見守るしかないですよね。そうですね、まずどっか受かってもらって、うんうん、そこからだと思いますね。ほとんど東京の大学しか受けないよね。そうですね、まあ、東京に行きたいっていうのがあったんで、はいはい、離れた方がいいと思います。そうですね、はい、まあ東京の大学に来たらちょっと受験生版大学ファンディングのアシスタントでも使いましょうかね。はい、いいですね。はい、ということで、あの配信からまだそんなに経ってないんですけど、はいはい、そうですね、いろいろやり取りもしてみて、はい、吉村さんなりの木村君感って変わりました？あ、でも本当に困ってるんだなっていうのと、うん、まあでもやっぱりまだ都市が都市なので、うん、ちょっとコミュニケーションエラーが起きたりとかするんですけど、うん、はい、まあ勘違いしてるとかは素直に認めて勉強頑張りますって感じなんで、うんうん、はい、まあ、すごい応援したい子に、はい、まあ、なりましたね、またね。そうですね、はい、共通テストも終わったんで、はい、続々とこう結果が出てくるんでね、うん、受験生版もこう続いていく中で今年はいろいろ結果が出ますから緊張しますね。そうですね、私もちょうど1年ですね、出始めて。 あ、そうなんだ。そうです、もう早いね。早いです、本当に早いです、ね、あっという間だ。いや本当に思いました、はい、まあね、あのどこまで続くか分かんないんですけども、そうやってこのちゃんとね結果報告もしなければいけないので、はい、木村君も一回ここに呼べるようになるといいですね。はい、はい、そうですね。ということで、あの一旦進捗報告でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方大募集。詳しくは概要欄から。